キナイペニンシュラ軍はアメリカ合衆国アラスカ州の南部に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は55,400人である。軍庁所在地はソルドトナであり、軍内では3番目に人口の多い都市である。上位に来る都市はキナイトホーマーである。キナイペニンシュラ軍は1960年に設立された。軍域にはキナイ半島と 本土側の隣接地を含んでいる。キナイペニンシュラ群は、北緯60度25分、西経151度15分に位置している。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、群域全面積は24,800平方マイルで、あり、この内陸地は16,000平方マイル、水域は8,700平方マイルで、水域率は35.31%である。 機内半島ベアコとトレイル湖群では、鮭の増殖が行われている。どちらもクック、入江水産養殖協会が管理している。これらの施設で孵化した魚は、ホーマー釣り堀に放流される。クック、入江キーパーと、クック入江地域市民諮問委員会が、地域の資源を利用する公的政策に影響を及ぼそうという団体である。以下は2000年の国勢調査による、 人口統計データである。軍庁所在地のソルドとなに、軍全体の政府があり、軍庁と軍全体の地域を代表する議会とがある。消費税と資産税を徴収し、道路の維持やゴミ回収などのサービスを行い、また1990年代と2000年代初期に軍を襲った逃引食い虫被害の回復を行った。法人化された町も、独自の政府と、 市政委員会を持っている。アラスカ州共生省がスワードの近くでスプリングクリーク共生センター、機内の近くでワイルドウッド共生複合施設を運営している。ありがとうございます。